はいどうもこんばんは今日はねこれ家庭用のプロジェクターなんですけどこれご紹介したいと思いますこれめちゃくちゃ可愛くてコンパクトなんですけどまあ、パソコンに接続してまあ、例えば映画を見たりとか YouTube を見たりとかねまたあとねスマホとか iPad とかに Wi-Fi でリンクしてミラーリングという形で映像を映すこともできるとあの本格的なプロジェクターから見ると 若干機能は劣るんですけど、パソコンにつないで映画見るとか、まあ、スマホや iPad とかとつないでミラーリングしてねなんか YouTube 見たり映画見たりとかねそんな感じの使い方とか、まあ、USB もねこれつながるようになってるのでこれ USB 接続して USB の中にあるね写真データとか動画とかねそういうものをこのまま再生したりとかそんな感じの、まあ、最低限の使い方はできるということで。 今日は実際にこのプロジェクターを起動してこの後ろのね壁に映してどんな感じで見れるのかっていうところについてご紹介したいと思いますはい、えー、これがね本体なんですけど、まあ、正面にねこれ映し出すレンズがついててあとは排気口かな上側のここに電源ボタンがついてますまあ電気のコードさしてここポチッと押すことでこのプロジェクターの電源が入ると。 で、裏はこんな感じで、この電源のケーブルと、USB のタイプ A が刺さるポートと、HDMI ポートですね。あとはオーディオのジャックがついていると。そんな感じですね。で、この USB の端子があるので、こんな感じの USB の中に写真とかね、動画を入れて、ここにサクッて刺すことで、そのままここから動画や写真を映し出すこともできると。ただね、これ動画はね、4K には対応してないので、 あくまでもねフル HD サイズの動画までしか対応してないということみたいですでそれ以外に HDMI 端子がついてて基本的には HDMI が接続できるものだったら何でも入力できるとなのでまあパソコンからの映像を転送したり他のゲームとかもできるし例えばスイッチとかをつないで画面に出したりとかねそんな感じの接続もできますもう一つの特徴としてはこれね下に三脚穴がついてるんですよね これなかなかかいいいと思いま,すまあ一般的なプロジェクターみたいにこうやってテーブルの上にこうやって置いて使うだけじゃなくて三脚とかに固定してまあこれ本体自体もそんなにねめちゃくちゃ重たいものじゃないので高さが必要な時には三脚をつけてこんな感じで角度の調整もねできるので、まあ、三脚につけて使うのが一番便利かなっていうところですね付属品はねこのリモコンがついてました操作自体は 本体のどこにもその操作パネルっていうものがないので基本的にはこのリモコンで操作する必要があると。でリモコンの電池は単4電池で2本なんですけど電池は付いてないのでこれね別売りなので購入する必要があると。そのののの付属品としてはこんな感じの電源のアダプターでこれ以外に、えー、こんな感じのねソフトケースこれが付いてます。 結構しっかりしたケースですね。そんな感じ。チャックを開けると、えー、こんな感じで本体をこうやって入れることができて、で、こっち側には電源のケーブルとかね、リモコンとかそういう付属品をこんな感じで収納することができると。こんな感じですね。割とね、これ余裕もあるので、その他ね、必要なもの、こういう USB メモリーとか、まあこれ別売りですけど、こういう HDMI ケーブルとか、こういうものをね、 さらにこうやってグイグイッとねこうやって入れてこんな感じで持ち運ぶことができるとこの方ですねかなり軽量な小型モデルなのでサクッと持ち運んで使うこともできると早速ですけど実際にね僕の家の壁に今映してみてどんな感じで映るのかっていうのをお見せしたいと思います今ね撮影用に三脚使っちゃってるのでこのちょっとフラフラしてる一脚で使ってますけどまあこれでもね 結構フラフラはするけど使えなくはなないですなんだけど本当はねあのちゃんとした三脚でやった方がいいと思いますこのプロジェクターね台形補正っていうのがついてないのでまあ実際に下からこう斜め上にこう光を当ててしまうとこんな感じで映像に歪みが出てしまうということで、まあ、こんな感じでね三脚でこういうふうに上げて映し出す場所とこのプロジェクターの高さを大体合わせてあげた方がいいと思いますはい電源ケーブルを挿しました はい、電源ーとね後ろの LED が赤から緑色に変わりますでこの状態で今もうね後ろに映ってるような状態ですね映像のね場所とか大きさに関してはこんな感じで位置調整をしてあげるとはい今ねちょっと三脚で微妙な向きとか角度微調整してこんな感じで壁に当ててます今撮影用にちょっとねあのこっち側の部屋の電気一つだけつけてるのでこんな感じでちょっと見にくくなってます 結構な大きさでこれ壁に映ってるんですけど今ね距離どのぐらいで設置しているのかをちょっとお見せしたいと思いますはいはいだいたい 2m60 ですね今 2m60 の距離で壁に当てているような感じですね僕が入って比較するとわかるかなかなりこれねあの大,大巨大スクリーンなんですよこれ家庭でこのぐらいのスクリーンで見れたらね かなり映画館気分じゃないかなと思うんですけど、概算で測ってみると、えー、横がね、2メーター10ですね。縦が1メーター20と。だいたいね、2メーター60ぐらいの距離で、横が2メーター10の縦1メーター20ぐらいの、えー、こんな感じの映像になると。はい。で、これね、付属のリモコンですけど、これで、簡単にちょっとメニューだけお見せしましょうか。メニューはね、 この外部デバイスって言いますと、まあ、外部デバイスはね外から接続した HDMI のデバイスですねそれとビデオと写真と音楽とテキストっていうのがありますねでこれは USB でそのままここに接続してあげると閲覧することができるとこれね USB に今写真入れてあるので写真データがどんな感じで見れるのかねちょっと入れてみたいと思いますまず USB をここに挿して はい、USB を挿してこの写真ですね写真ってところにするとホルダーが見れるのでこんな感じで写真を見ることができると部屋の電気機を完全に消して肉眼で見ているのと同じような感じの明るさで映るように調整しています実際の目で見ていると同じような感じで今こんな感じでカメラで写っていると思いますでこんな感じで今写真を読み込ませているので例えば1枚見てみましょうかはい こんな感じでね、まあ、これね最近紹介したね HHKB の「雪」っていうね25周年のモデルですけどこんな感じの写真を見ることができるとでこれね自動的にスライドショーみたいな感じになるので大量の写真を入れておくと勝手にねこんな感じでスライドしてってくれるとリモコンのね上下ボタンを押すことでこんな感じで写真を自分で流していくこともできるし 自動的にねこんな感じで流していくこともできると。でそれ以外にもね、まあ、ビデオとかでねこんな感じで動画を見ることもできると。まあこれ今ね僕が作っている YouTube の動画ですけどこんな感じの動画を見ることもできると。ただしこれはね 4K 動画を再生できないのでこれ今 4K なので 4K 再生しようとするとこんな感じで対応してないファイルですって出てしまうのでフル HD で保存してあるデータであれば ここで普通に再生することができると。それ以外にもね、まあ、外部デバイスっていうところで HDMI という形でパソコンやね、それ以外にゲームとかね、接続して使うこともできると。実際にゲームね、スイッチドックつないでモンスターハンターね、ちょっとやってみたんですけど、全然普通にできましたね。あの、特に何の違和感もなく、大きな画面で普通に、まあ、モンハンってね、結構アクションゲームなんですけど、 特にね全然遅延とかも感じることもなくね普通にできたので大画面でゲームしたいよっていう方は結構ねおすすめかもしれないですねでそれ以外にもノートパソコンとかつないで、えー、Amazon プライムでねちょっと動画とか見てみたんですけどそれもね全く普通に見れましたただしこれパソコンでつないでパソコンのミラーリングという形で見るのでそういう場合には見ることはできるんですけど、まあ、iPad とかそういうタブレットで 接続してつないだときにはそのプライムではちょっと再生ができなかったとこれはプライムの仕様なのかなこういう外部デバイスで特に見れないようになってるみたいですねでそれ以外にもこっちらのスクリーンミラーリングってやつね今スマートフォンとリンクした状態で奥のプロジェクターの画面とこっちらのスマホが今リンクした状態で見ることができると、はい、これはね Android のスマートフォンでつないでますけど iPad ででも同じことができると。例えば自分で撮影した動画とかねそんなのを見たい場合にはこんな感じで接続して画面で見ることができるとスマートフォンで再生している YouTube の僕の動画を w i f i で飛ばした状態でこんな感じで映し出すことができると今音量ちょっと下げてますけど音量はこのプロジェクターのリモコンの方でポッと上げることもできると。 実際にこのプロジェクターの横のスピーカーのところから今音声が出てるとこんな感じで大きな画面で再生するっていうこともできます実際に再生できるのはね僕が見た限りは YouTube だけで例えばね僕が大好きプライムビデオとかだとまあいろんな動画はこって出てきますけど再生しようとするとこれね今スマホの方では再生できてるんですけど映像が流れないとなのでこう再生を停止すると またリンクが戻るんですけどこのまま再生しても画面上では出てこないとこれ iPad 上でやってみたんですけどそれも同じですねどっちにしても出てこないとなのでプライムビデオをスマホとかでリンクしてみるっていうことはできないみたいですまあこれ詳しくはちょっとわかんないんですけどなんかそういうのは見れないような仕組みになってるみたいなそんな感じがしますねまあこの場合はねパソコンとかで HDMI でつないで見ることはできるので そんななな感じで見るしかないかなっていいとうころですね。これはフジテレビの FOD プレミアムってやつですけどこれで例えば動画見れるのかなうんダメですね今アマゾンプライムと FOD プレミアムっていうねそのアプリ上で実際に動画流してみたんですけど動画の映像は出てきませんねで音声だけは流れるのでおそらくこれ映像には何かねロックがかかってて見られないとそんな感じになってるみたいです であくまでも YouTube は見れるみたいなので、えー、YouTube をこんな大画面で見たいよっていう用途にはこれこれは使えるっていうところですね、えー、家庭用のね可愛い,いプロジェクターで、ね、これご紹介してみましたあのね性能としてはねそんなに高い性能ではないんですけど何よりこのコンパクトで可愛らしい外観ね、えー、これになかなかねハマるんじゃないかなと思いますあの本格的なプロジェクターとしてねあのガチな 映像を見たいという方にはもしかしたら向かないかもしれないんですけどちょっと映画見てみようかなとかちょっとゲームしてみようかなみたいな感じの割とライトな使い方を想定している場合には非常に、ね、使いいいい勝手のいい、ね、プロジェクターなななんじゃないかなと思います。このチャンネルではねこんな感じの面白いデジタルガジェットなんかをこれからもねどんどん紹介していきますので興味のある方は是非ねチャンネル登録もよろしくお願いします。 それではまたお願いします。